万象とは、中世日本において、木造建築に関わった建築工のこと、木工とも呼ばれ今日の大工の前身にあたる。古代律令制において、交代で永然に従事した万象匠に由来するとされる。元は建築関連の監視や地方機関などに所属し、必要に応じて、よそに出作していたが、鎌倉時代に入ると都市を中心として、特定の組織に属しない。 三在庫が増加し、万象間に競争が激化したため、13世紀から14世紀にかけて、作除受けお意見を司る職として、大工職が成立した。大工職を務める大工は、陰刀、当領以下の万象を統率する役目を、担い雇い主によって部任されるものであったが、上与や売買によって、大工職が移動することがあり、雇い主の部任権限が境外化した。 さらに、大工職をめぐる総論や、作事受けを意見を特権化させて、反対に雇い主に高い賃金を要求したことによって、賃金の高騰や、作業の遅滞、寄避が行われるようになり、永正7年に、室町幕府が、大工職の撤廃を命じると、次第に解体されていった。万章は、大工職の部人料を納める以外に、租税負担がなく、 他の職史のように久保神や新人になったり座を結成することもなく、東領層による緩やかな組織が存在しているのみであった。16世紀に入ると、戦国大名が有力な東領を両国の大工に任じて、領内の万象を統率させるようになる。こうした大名による職人支配の体制が、幕藩体制の大工組織へと継承されることになる。万象は、 建築すべてに携わる者に災いが起きぬよう邪気を払い去る陰陽道の祭祀祭礼の技法を持ち合わせていた。その儀式を万象宗上土だと言い,い、戦国時代、陰陽師が迫害を受けても、刀鍛冶と同様、高い地位に位置づけられた万象が、口術現象し、後に書物化した、木割り書きから、仮想は生み出されたものであると、名工大名誉教授、 内藤正は述べている。しかし、その板章ですら様々な流派で混乱し、バラバラであった。この儀式を保存するため、昭和43年、板章保存会が設立され、2014年、300年ぶりに再建される幸福寺で、この儀式が披露された。しかし、この板章から仮想が伝わったとする説を否定する学者も多く存在するが、そういった研究者が、 京都や江戸からかなり離れた東北地方に伝承した仮想を研究していることが興味深いと述べている。ありがとうございます。